さんの車輪を設置して落ちないようにしながらネジ止めするのは結構難しいんです。でなんとか簡単に作れるようにならないかなという点で開発したのがこちらで、こんな感じで車輪とタイヤは同じなんですけど溝にこうやって置いていただいて、これ押し込んでもらってます。こんな感じでプラモデルみたいにパチッと組み立てれるようなものになります。でなおかつキットのもの1つ1500円ぐらいするんですけど、これ 3D プリンター使ってまして1個150円ぐらいで作ってます。でも 3D プリンター高いじゃんっておっしゃる方もいらっしゃいますので、いろんなプリンターで試してます。これ11万円のプリンターで作ったものなんですけれども、それに対して安い2万4000円のプリンターを使って製造したものがこちらでして、結構触っていただくと分かるんですけど、どちらも十分。大丈夫です。壊れないんで全然大丈夫ですけど、滑らかに十分こちらも滑らかに回るというのを分かっていただけるかな。こんな感じで安くて簡単に組み立てれるっていうのをコンセプトに作っているオムニホイールです。でちなみに実際にこのオムニホイールを使って動かしてみたロボットはこちらでして、こんな感じで中央無尽に動きます。スマートフォンをこうやって操作できる、ぜひやってみてください。スティックを入れた方向にすごいはい、ありがとうございます。あ、このウェブからこちらの QR コードが無料でダウンロードできるようにしてますので、よければ使ってみてください。ギアドのギアドボタン、はい、でなんかエンコーダーかなんかで、ポテンションとか、ポテンションだいたいこの時間使ってるんですけど、はい、スライドテイクを使って、はい、あ、スライドテイク、はいはい、なるほど、ポテンション的な、はい、そうですね、おっしゃる通り、なので絶対位置で、まあ、うん、おお、素晴らしい。で、その送りはネジで、あ、はい、はい、そうですね。で、ペンの上げ下げがバネ。バネ。まあ、下げ押し付けをバネでやっていて、はい、開かないときはラジコンサーボで、まあ、跳ね上げる。はい、跳ね上げる、はい。はい、うん、素晴らしいですね。ありがとうございます。レーザー加工だとこれぐらいはできちゃうんですね。そうですね、すごくありがたいです、うん、あ、これいただいてよろしいですか。
水やらんくて。